ハロー皆さん、どうも。今回ですね、モンスターハンターワールド高速特化麻痺片手剣がマルチで強いというものをご紹介したいと思います。現在私が最もハマっているもの、それがマルチ専用の麻痺特化片手剣。その名の通り大型モンスターを拘束するのが役割なのですが、これが強い強い。麻痺特化おすすめ片手剣、まずは武器の紹介から。麻痺片手剣は3つあるのですが、1つ目はこちらのマラドダバール3。ドスギルをその素材で生産することができます。特徴はスキル匠を発動させることで白ゲージを獲得できる点、それからスキル属性解放を発動させる必要がない点でしょう。特に他の2つの武器はスキル属性解放を発動させないと麻痺属性を得られないので、これは大きなプラスポイントになります。その分他のスキルを発動させることができるわけですからね。ただし火力が低いです。スキル匠を発動させても他の2つの武器より期待値が低い点に注意。2つ目はグランドバロング2。骨素材で生産することができます。簡単に生産することができること、それから最も麻痺属性値が高いのが特徴です。ただし麻痺属性を得るにはスキル属性解放が必須となるので注意。とにかく1秒でも早く麻痺させたい人はこの武器で決まり。3つ目はボルボクラブ3。ボルボロスの素材で生産できます。最も高い攻撃力が魅力で、高い火力と麻痺を両立させたいならこの武器で決まりでしょう。ただしこの武器もスキル属性解放を発動させないと麻痺属性を得られません。それから麻痺属性値も最低な点に注意。以上で3つの麻痺片手剣の紹介を終わりますが、個人的に一番おすすめなのは2つ目に紹介したグランドバロング2ですね。過去作では基本的に1回の狩りで麻痺できる回数は限られているので、それだったら麻痺属性値より攻撃力を優先しようという流れが強かったのですが、今作では1回の狩り時間が非常に短いです。普通の大型モンスターだったら5分以内、歴戦個体でも6から8分程度で終わってしまいます。そんなに時間が短いのなら、できるだけ麻痺属性値が高いものを選び、その短い時間の間に複数回麻痺を入れた方がいいのではと思い、麻痺属性値が一番高いグランドバロング2をおすすめしたという感じですね。ま、これは持論なのでどう考えるかはその人次第です。こういった意見もあるんだな程度に考えるようにしてもらえると助かります。麻痺特化おすすめスキル。次は麻痺特化片手剣のおすすめスキルの紹介に入ります。まずは耳栓。大型モンスターが方向するたびに攻撃チャンスが増えます。麻痺特化片手剣はとにかく攻撃して1秒でも早く1回でも多く麻痺させることが仕事なので、これは便利です。ま、普通に狩りも快適になりますしね。できるだけ発動させておきましょう。属性解放、上記で紹介しましたが、グランドバロング2オアボルボクラブ3を使うなら必須となります。マラドタバール3を使う場合はこのスキルが不要となるので、その分他のスキルを発動させましょう。麻痺属性強化、麻痺の蓄積値が上昇します。上記で私なりの麻痺に対する考え方をご紹介しましたが、それに納得した人は発動させましょう。もしやっぱり耐性儀は攻撃力だろうという考えの人はこのスキルを捨て、他の火力スキルを発動させれば OK です。切れ味ゲージに対するスキル。対象となるスキルは強靭研磨、砥石使用高速化、技物、達人芸あたりとなります。片手剣の切れ味の消耗は半端ないので、何かしらのスキルでしっかり対策しましょう。達人芸だけは会心率が高くないと意味がないので、達人芸を採用する場合は会心率もしっかり上げるように。
体力増強。体力がプラス50されるので、被弾が多い方は必ず発動させるように。マルチをプレイする際のエチケットみたいなものですね。匠、切れ味ゲージが伸びます。火力が上がるのはもちろんなのですが、他にも切れ味ゲージが伸びることによって攻撃が弾かれにくくなる効果もあります。麻痺特化片手剣は手数が命なので弾かれていては効率が悪いです。必要ならこのスキルも発動させると良いでしょう。以上で麻痺特化片手剣のおすすめスキルのご紹介を終わります。実際に麻痺特化片手剣でマルチをしてみるとわかりますが、普通の大型モンスター相手なら短い時間でも3回は余裕で麻痺を取れます。そこに罠2種を含めると計5回の拘束、さらに、ノリも狙えるようになると、プラスドン。うん、強すぎ。そして、大体はそのまま狩りが終了します。問題は、古竜。こいつら、罠が効きません。そして、麻痺もかかりにくいです。麒麟に至っては、麻痺無効というね。なので、ぶっちゃけ古竜を相手にするなら、麻痺特化を捨てて、普通に火力特化にした方が早いと思います。一応、数回は麻痺取れるので、ありっちゃありなんですけどね。やっぱり、罠が効か、ないとなると拘束時間に霊運の差が。はい、というわけでモンスターハンターワールド拘束特化か麻痺片手剣がマルチで強すぎたというご紹介を終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。